こんにちは、気になる男シリーズでございます。今回はですね、そうですね、1億の億という漢字を中心にお話を展開させていこうかと思います。1億の億という漢字、こういうふうに書きますよね。で、億という漢字なんですけども、これはね、人が意味を持つ、もしくは意味を持った人とも読めるわけですよ。まあ、そう考えるとちょっとね、ひどいことを言ってるような気がしますけども、あの1億という金額を突破した時に現代社会では、 自分が本当に何をしたいのかどこに向かうべきなのかってことが見えてくるんですよねつまり毎日の生活費に追われて働いているようではなかなかですね本当は自分は何なんだろうかと時間とお金の制約がなくなった時に自分は本当は何を求めているんだろうかってことが見えてこないんですよねこれ登山に例えることもできますけども登山ってのは山の頂上に行った時に初めて次の目標が見えたりとか山を登った時はこういう風な景色が見えるのか っていう,ふうなことが分かるんですよでも山を登っていく途中って一歩一歩足を進めるそして山の頂上がまだ見えない向こう側はとても見えないそして脱落している人はたくさん見えるだからあみんな無理なんだ結局頂上なんてのはなかなかたどり着かないんだろうなっていう形で自己納得して自分も休憩したり下山したりしてしまって頂上に行き着かないってことが結構あるんですよね。 でまあ山登りに例えるまでもなくなんですけども人生でお金と時間の問題っていうのは切っても切り離せない問題だと思いますなぜなら人生には締め切りがあるつまり寿命があるからなんですよねその寿命がかつては40年これ昭和20年代のことですけどもねつい最近みたいな気がしますよねえー、で今はね昭和で言うと96年だそうですよ <laughs> 97年ぐらいかなまあでも今の時代でも寿命ってのは多少伸びたんですけどもそれでもね やっぱ80歳前後と言われますし、健康寿命ってことになってくると、多分60を過ぎてから、本来の自分の力ってどんどん発揮できなくなってくるんじゃないですかね。ただ、20代や30代の頃に、ものすごく元気でね、活発で、徹夜も平気、体力の限界も知らずに活動していた頃ってあると思うんですよ。そして、怪我をしてもすぐに治る前向きな精神もあったと思います。これからの人生に夢や希望を託してね、ちょっとやそっとのことではへこたれないような、そんな精神を持っていたんじゃなかろうかと思います。でもだんだんん年齢を重ねると いやだいぶ見えてきたなとこれはひっくれて道通しというねことわざの通りここまでやってきたけどもまだ全然進んでないなとでも残り時間少なくてなってきたなっていう風うにいろいろと感じるところがあると思うんですよねまあそういった意味で人として生きようと思ったら特に意味を持たして生きようと思ったらねこの 億っていいうう金額が一つのタンングポイントになななるんではないかなと思うんでかと思すよしかも1億ではなくてだいたい障害年収って3億って言われる時代がありましたけどもやっぱ2億とかね3億ぐらいが稼ぎきれないとなかなか自分の人生ってのは見えてこないのかなといやそれでもね人生のランニングコストが2億前後かかるって話ですから2億払ったところでまだね本当に自分がやりたいことや行きたい方向に使うコストってのが捻出できてないっていう状態なんですよねさあこの億という感じですけどもその他に どんな意味を持たせることができるんでしょうか例えば奥というところのこれ人弁を取ってですね心という感じにしましょうか心という感じ小里編ですねはい心が入るといきなり臆病になります本当に自分はできるんだろうか本当にそんな未来が訪れるんだろうか恐怖にも似たような感情を臆するわけですよねまたこれは記憶ということもありますこれはね昔自分がうまくいかなくなったこと つまりトラウマを抱えて次の挑戦も怖くなっちゃうってことなんですよ。そうなると人間の記憶ってのは自分に有利に働くばかりではなくて不利に働くこともあるってことを認識できます。自分が過去にいい思いをしたとか、ものすごく感謝するようなね、ありがたいことがあったってことをばかり覚えていれば、この奥という言葉っていうのはね、本当感謝に似たような、覚えていてよかったと。これからも臆せずやっていこうというふうな、まるで反対の意味に捉えることができるんですよね。さあ、その他、この 意味の意という漢字ですね。立つ日を思うと書いてますけども、この漢字になぞらえる、そんなね、意味を持つ漢字ってのは、あとどのくらい思いつくでしょうか案外思いつかないでしょう。例えばね、言葉に意味を持たせると、どういう漢字になるでしょうかこれ。これですよ。言勉に意ですよ。これはね、意という読み方をします。 音読み、み訓読みで言うと、訓読みしかなくって音読みがないんですよ。これね、恨みっていう意味なんですよ。もしくは短足って言って、ものすごく人にひどい目を合わされた時に、一息つくきの、ああってね、恨みにも似たような、この魂が口から吐き出るような、とてもいい意味でのため息ではありません。短足ですよね。恨み。こういった意味になります。次。女が入るとどうなるか。はい。 これは特に意味を持たない言葉ですいと読むんですけども一体どんな意味なのか未だに分かっていませんただ女性の名前に使われたことがあったそうなんですよ一体ねどんな由来だったんでしょうね次ですもう一個ぐらいにしときましょうか口編にいと書きますこれこれはちょっと宿題にしましょうかここではお伝えしませんけども口編に意味のいと書いて一体どんな意味を持つんでしょうか まあ、いずれにしましてもこの漢字ってのはいいイメージを持つ漢字ではあまり使われずにいくらね変や作りが変わったところでうーんなんかポジティブな言葉ってのはつまり「は人弁がつい億、ね」奥という言葉はどちらかというと私たちにプラスなイメージを与えてくれるんではないかなと思うんですよ。 もちろん自分がくを稼ぎきってないからといって落ち込む必要はありません。これからどんなことが待ってるかわかりませんし、お金を稼げるかどうかっていうのは一体誰に邪魔されてるのか、それは自分の意思によって邪魔されてるんですよね。でもこうも考えられるんですよ。私はね、即果塾の中で自由と引き換えにするなら何を失っても惜しくないんではないかなっていうふうな概念を時折発表することがありますけども、自由が手に入るならもう何もいらないと。こういうふうな発想ってのはどうでしょうかね。 自由に会いたい人と会って、自由に行きたいところに行って、自由にお金を使って、自由に休むことができる。こんなに素晴らしいことないと思うんですよね。それと不快に、自由を拘束されてでも何か手に入れたいものがあるかっていうと、なかなか思いつかないですよね。そして前回のタカさんの動画からもちょっとね、連想するんですけども、あの自分の人生っていうのはね、人生を棒に振ってでも生きる値打ちがあると思いませんかうん、だから、 疲れたとかね、めんどくさいとか、あらゆるネガティブな感情を棒に振ってでも、自分の人生を寝打ちあるものにしようと思ったら、一瞬不乱にできるんではないかなと思うんですよ。自分の人生にすら気合が入んないんだったら、でもこれも仕方がないですよ。まあそういうふうに生きていくしかないのかなと。どう自分の人生を使っていくかは自由ですからね。まあそして、できなかった自分に弱音を吐いたりとか、あいつのせいだ、こいつのせいだ、世の中悪いというふうなのも自由でしょう。うん。ただやっぱり私は思うんですけども、 自分の弱さをね、人を指さして目の前のそいつのせいにするっていうのはちょっとお門違いじゃないかなと思います。その人が去ったところで結局あなたはうまくいきませんよって話なんですよ。だから他者はね、思ったほど邪魔をしてません。自分が邪魔をする人間と付き合ってるだけなんですよ。だからやっぱりこう人との縁っていうのはね、なるべく切った方がいいというところもあります。ただし、やっぱり人間には人を育てることによって気づけることとかがありますので、うん、誰かに手を差し伸べていくっていうことはね、 うん、なんか矛盾するようですけども、非常に貴重な成長の機会になると思いますんで、えー、無理のない範囲でね、やっていければなと思うんですよね。まあ、この動画のやりとりっていうのも、結局、やり取りさせてもらって感謝してくださる方はいるんですけども、どちらかというと私がね、私の方が気づくことが多いんで、私も感謝なんですよ。だからお互いに学べるのが動画のリレーだと思いますし、どうしても動画のリレーが続かないときってどうすればいいのかってことを考えること自体も自分の財産になっていくんですよね。さあ、そしてですね、奥という感じに戻っていきますけども、 うんこの1億2億っていう金額を手に入れるつまり買うために自分の人生を捧げる必要があるとしたらどうですかね引き換えにしても惜しくないと思うんですけどもねいや仮にですよちょっとあと計算してみますけども1億いかない人がね自分の人生の何を守ってそうなっちゃったのかなと思うわけなんですよ、まあ、結局お金ってものがないと私たちは時間も無駄にしますし いろんなことが分からなくって回り道もしちゃいますし必要な人にも会えないんですよ。大切な人に会いに行こうと思ったらやっぱりねお金ってかかるでしょ。うん、で誰かに会って何かをしたいと思ったらそれなりにまあおごったりとかねごちそうしたりとかねそこまで行かなくても割り勘でもおごってもらわない限りは何がしかの出費っているわけですよ。交通費費移動費お茶代ととかね、うん、そうなってくると まあ私のところにもメッセージいきますけども「久保さんに会うにはいくらかかるんですか?」って聞かれちゃったりするんですよ「うん、いや会うのにお金はね私は会うためにお金をください」っていうことは特に言いませんけども、まあ、特別なコンサルとかテーマが決まっていてねその解決のためにっていうことだったら解決の代金としてお金をいただくことはありますでも実際に会う会う,会うってことにコストをかけるつもりはないですねただもうね会いに来てくれる労力とか思いが私にとってはもう出費だと思いますんで それだけで十分かなとというところがありますあとはね、あの私の大好きなおかきなどをね、多めお土産に持ってきていただければと思いますけどもね。<laughs> はい。で、私50代になりまして、50歳になったんですけども、あのここまで50歳になるまでに、驚くほどの人が1億円を稼ぎきってないんですよ。これサラリーマンとしても、自営業としてもですよ。じゃあちょっと計算してみましょうか。大体20代で社会人としてデビューしますよね。 最初の年収がおそらく200万円でそのまんまほとんど上がらずに10年間行くとすると20代では大体ね2000万ぐらい稼ぐはずですでもこれ生活コストに全部使い切っちゃって2000万丸々が残るってことはないと思うんですけどもねまあほとんど残んないでしょで残すべきではないです残すくらいのお金があるんだったらそれを自己投資に回すべきですね30代年収が分かり始めますけども 現代社会において、300万がいいところだと思います。30代。3十ね、十1歳から39歳まで。30歳も込みですね。そうなると、30代が終わる頃には、10年間で3000万稼いで、両方足して5000万くらいですね。とても1億には程遠いんですよ。この図式見えますかね。次、40代行きましょうか。40代が始まって終わりました。50歳になりました。その時に、大体ね、年収400万がキープできたら、めっけもんですよ。 そうすると10年間で4000万でしょ。全部足しても1億にならないでしょ。全部足してもね。20代、30代、40代、30年で1億いかないんですよ。じゃあ、年収300万の人がいました。30年間でいくらになりますか ?9000 万です。派遣社員フリーターの中でも条件外人は年収300万で働きますけども、その人が30年勤めてもやっぱり1億いかないんですよ。で、このお金ってのはほとんどが生活コストに消えるでしょ。ワーキングプアと言われている人たちは、 おおよそこの年代においてこの年収もしくはそのフリーターなどのね他の働き方にしても年収300万を30年続けて9000万なんですよで年収300万のフリーターなんてラッキーの方でどっちかっていうと150万から200万住民税非課税世代にすごく迫る勢いですよ働いてるってこれなんですよじゃあですね仮にですよ10年間で1億円稼げたとしたら私みたいに3年じゃなくてもいいんですよ10年間で1億円稼げたとしたら 30年かかるべき人生を10年で終わらせたってことになると思います。じゃあ残りの20年は自由に暮らしてくださいってことなんで、お金を稼ぐことってのは、実際に自分の人生や時間を買い取るの、その値段なんですよ。1億っていうところがね。1億あると割といろいろと自由になります。ただし、うん、永続的な自由ではないですね。まあ、実際にね、1億あると何を思うかっていうと、とりあえず借金返すんですよ。そして滞納していた税金を払います。 でなぜかね、家を買っちゃうんですよ。家を所有するって一種のね安心感になります実際に持ってみて分かるんですけども、うん、非常に安心感ですよこれはいざとなったらこの家が土地がお金に変わるっていうところもありますしまあこれはね自分で思うだけではなくて周りの人から見ても所有する家がある人っていうのは一定の安心感と信頼があるんでいろんなことがうまくいきますねあの賃貸でタワーマンションとかに入ってる人いますけども結構ね解約されてますんでね タワーマンションに今30年、40年住んでる人ってまだいないんですよ。ほとんどいないと言ってもいいですよね。タワーマンションのブームってのは最近起きたところですから。その前のね、いわゆるオクション。私たちの時代で言うと、マンションのちょっと高いやつ。ああいうのはあるんですけどもね。それにしてもそのほとんどが今、そのオクションを手放して、ちょっとね、えー、違う人生に入っちゃったってことを考えると、結構ああいうものっていうのは反動が大きくて、 だいたい集合住宅って、一人の意思でその建物をどうするってことができませんのでね、もう本当に揉める揉める原因になるんですよ。うん、まあその辺はね、えー、限界ニュータウン担保機っていうね、YouTube 動画を見ていただければと思います。限界ニュータウン担保機ですか。うん、ここにはね、うん、区分所有というね、問題が提起されてますけどね。勉強になりましたね。 はい。こんな感じでね、億っていう金額がどのくらいインパクトを持つかってことが今日はなんとなく伝わったんじゃないかなと思うんですよ。今40歳を迎えた方、41、2歳の方、まだ1億円って稼いだことないでしょ。サラリーマンだろうとも、自分が自営業をやってやろうとも、ほとんどの人はそこまで行ってないんですよ。すごく大変なんですよ。大変なんだけども、そのルートは今あるんです。どのルートかっていうと、YouTube の上を歩いていくんだったら、この1億っていうのはそんなに遠くないんですよ。 実際に私が体験していていろんな会社いろんな店舗いろんなビジネスをやる中で果たして YouTube 以上に速い速度で稼いでしかも稼いだ後も未だに使えるものってあるかって言ったらないんですよね関わったビジネスのほとんどが今なくなってますし関わった暗号通貨案件のほとんどが今なくなってますし関わった店舗会社取引先ほとんどなくなりましたでも YouTube だけはずっとあるんですよさすが世界のトップ企業だなと思いました、うん、これからも YouTube っていうのはねいろんな形になるでしょうけども 10年先、30年先、50年先、私たちの暮らしの中央にあるんではないかなと思います。そしてその YouTube のね、大切なエッセンスを学べるのが、この YouTube のタカさんのコミュニティだということなんで、こちらの方ね、どんなコミュニティなのか、お問い合わせの方をタカさんにしてみたらいいんではなかろうかと思います。ちなみにですけども、確か22日の深夜、21時ぐらいから、なんか、舞姫大学の舞さんと、なんか、やりとりがあるみたいなんで、間に合う方はそちらの方をね、チェックしていただければと思います。 その辺の案内は次回のタカさんの気になるところでやってくださるんではないかなと思いますけどね。いかがなものでしょうか。それでは今日は以上です。お疲れ様でした。